お前たち、やはりここに来たか。お前だ。ど、お前ら。いや。ま、あ。よ、帰る。いや、大悟。よ、よ。そ、時間。私だ。そうか。どうしてタクシーなんですか？どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ。どういう意味ですか？ひょっとして内通者がいるということですか？ああ、渡瀬は俺がこの町にいるということも、あの日大吾を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。何ですって？渡瀬の情報源は？大吾の秘書、本部長の青山だ。え、青山組長か？青山は渡瀬の大門違いの兄弟分。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し、福岡に呼び込んだのは間違いないようだ。どうしてそんなこと？わからない。ただ青山は大吾が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か。その可能性はある。青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです？渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は、渡瀬組をうまく福岡に呼び入れたってわけだ。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東条会との杯を近江が妨害しに来たものだと考える。近江との戦争する危険性が高まった山笠組は焦り、東条会との杯に踏み切る。つまり渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか？だが一つ引っかかる。何がですか？大吾はこの青山の策を知っていたんだろうか？え？どうなんでしょう？何か思い当たる節でも？俺がこの車に大吾を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大吾が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大吾の失踪、裏で絵を描いているのは、まさか青山組長が。青山は今どこに？それが。どうした？青山組長は会長代行として斑目組長との杯交渉に向かっています。なんだと？場所は？長洲街の北、山笠組本部です。静かだな。
組長室周りを固めているのかもしれませんね。これは好都合だ。組長室は上の階か。とりあえず最上階を目指すとするか。ん、見張りか。仲間を呼ばれると厄介だな。今面倒は避けたいですね。何か策は。ん、あの扉から入ったら見張りの裏に出られるかもしれませんね。なるほどな、行ってみるか。貴様ら、どっから入ってきたとや。結局こうなる。やるしかないようですね。早急に片付けましょう。急ぐぞ。青山組長、これは。お前らが来るとは思っていたが、意外と遅かったな。お前が青山。これはどういうことですか。山笠組とは杯を交わすはずじゃ。俺が何の細工もなしにそうしないことはお前らも分かっていたはずだ。だからやってきたんだろう。俺は花から山笠組と手を結ぶつもりはなかった。金をちらつかせて相手を安心させた後、ゆっくり殺すつもりだったが、田舎組織とはいえヨボヨボのジジイになるまで組長をやっていただけのことはある。マダラメはこっちの殺意を見抜いていたようだ。
俺が目を離した一瞬の隙を見て逆に銃をぶっ放してきやがった。てまあ、弾が外れてくれたおかげで隠し持ってたナイフで胸をひと突きすることができた。どうしてそんなこと。決まってるだろ。天下の登場会が山笠組みてえな小さな組と五分の杯など交わす必要がないからだ。しかしそれは堂島会長の意思に反する。あなたは堂島会長に背くつもりなんですか。堂島会長だと。元会長の間違いじゃないのか。青山組長、あなた今なんて。現時点で登場会のトップはこの俺だ。会長が消えちまった以上、俺の意思が登場会の意思ということになるんだよ。俺の考えは至ってシンプルだ。極道は食うか食われるか。杯なんか交わしてる暇があったら山笠組を潰して島を奪えばいい。そういうことだ。ま、堂島だろうが桐生だろうが、極道ってのはな、一度その座を譲っちまったらおしまいなんだよ。青山組長、それじゃやっぱり堂島会長を誘拐したのはあなた。何をしてるんだお前。早く銃を下ろせ。答えてください大吾。お前何をしてるのか分かっているのか。俺は会長代行、仮にも登場会のトップの人間だ。それでもお前撃つというのか。回答次第では。兄貴、これは空砲だよ。あらかじめお前に渡した拳銃は空砲にしておいたんだ。お前みたいなチンピラに実弾入りの拳銃を渡すわけがないだろう。間違って撃って肩に弾当てたりしたらお上と戦争になっちまうからな。俺は身内の不祥事に厳しい。それは知ってるよな、森永。青山組長。お疲れ。兄貴！兄貴！兄貴！森永。青山、貴様。もっと四代目は引っ込んでてください。これはあくまで身内の問題、登場会のしつけの一つですから。貴様、感謝します。あなたが来てくださったおかげでここから無事に出られそうです。なんだと。こいつらがまだらぬ組長。何やと。親父、親父。おい、救急車や。早よ親父を病院に運ばんか。貴さん、何もんね。説明してもキリがなさそうだな。相沢。はい。
お前は森永を連れてこっから出ろ。俺が足止めする。でも早く行け。絶対に絶対にそいつを死なせるな。はい。親父ば刺したとは貴さん。違うと言いたいところだが、今は納得してもらえないだろうな。言い訳はよか。きっちりここで弾取っちゃうけん。死にさらせ、ボケが。ぼてくりこかして。
Yeah!
さすがですね、四代目。この状況を私ならまず逃げ切れない。こうでもしなければね。何をする気だ？感謝してください。これで桐生さんが山笠組と争った痕跡も消える。警察にも逮捕されない。これまで通りタクシーを運転することもできるはずです。青山、貴様！